絶対カレンチルドレン絶対カレンチルドレン絶対カレンチルドレンは椎名隆による漫画作品絶対カレンチルドレンを原作としたアニメ作品 OVA 作品及びスピンオフのテレビアニメザ・アンリミテッド表部京介についても記する2008年4月から2009年3月までテレビ東京系にて放送された原作における小学生編をアニメ化している M.A.R. メルヘブン早手のごとくと週刊少年デで原作のアニメが続く日曜朝十字時枠での放送となった。椎名高志原作の漫画作品でテレビアニメ化されるのはゴーストスイーパー三上製作テレビ朝日系以来2作目14年ぶりのアニメ化となった。なお前作早手のごとく同様にハイビジョン製作だが 地上波アナログ放送、並びに CS 放送では、レターボックス付け16、9比率での放送となっている。地上波のみ、字幕放送を実施。さらに、前作、早手のごとく。同様に、アイキャッチが、しりとりになっており、冒頭の注意テロップも似たようなものになっていて、スタッフ、声優も、同番組に携わっていた人が多く。 同番組のキャラクターを人通りの中に登場させたり、声優つながりのネタで出演していることもある。また、サブタイトルは、のスタイルである。早手のごとく、のキャラクターも登場する、下記の仕様、ゴーストスイーパー、三上ネタなど、お遊びを大いに取り入れている。チルドレンラの登場シーンが、決め台詞と共に、 高所から登場し、名乗りと共に爆炎が上がるものだったり、ワンダーバダとスキャットをリピートする、男性コーラスが BGM だったり、同年の特撮ヒーローもの、冒険活劇アニメのオマージュと取れる演出が見られる。番組開始時の提供クレジットはチルドレンが登場したシーンが、番組終了時の提供クレジット画面は、毎回ザダブルフェイスが登場したシーンが流れる。 構成となっている。また、番組終了時の提供クレジット画面の最終部分の2.3コマは、チルドレンや登場人物からのメッセージが表示されている。ハイビジョン画質で録画するとコマが切れていてその部分が視聴できない場合が多い。テレビ愛知、テレビ大阪、テレビ瀬戸内、DVQ 九州放送では、エンドカードが別アニメの番宣に差し替えられている。 発売元はいずれもジェネオン。ただし、TV アニメ時、ジェネオンエンタテインメント OVA 時、ジェネオンユニバーサルと社名が変更されている。DVD 列は、DVD の収録感を示す。原作の連載途中の時点で、アニメ放送が開始されたが、原作とアニメの時系列が異なるために、原作の設定やシナリオを完全にアニメに、反映できず、 原作にはないオリジナル設定やシナリオが多くなっている。ただし、単行本化の際に付け加えられたおまけも取り込むなど、後発の利点を生かした演出もある。以下に示す総違点の中には、アニメ制作時点で原作に存在しなかったシナリオ、設定をアニメオリジナルとして登場させたため、後に制作された原作のシナリオ、 設定と食い違ってしまったことによるものも多い。TV シリーズは2008年8月より全14巻で発売された。発売元小学館、販売元ジェネオニエンターテインメント。また、先行レンタル版は2008年4月下旬より、レンタルビデオ店にある。内容は、第1話、及び、東京国際アニメフェア2008でのイベント映像。 主要声優によるインタビュー映像。初回生産分限定封入特典として DVD オリジナルキャラクタートランプと全館購入特典応募券を封入する。絶対カレンチルドレン01絶対カレンチルドレン02絶対カレンチルドレン03絶対カレンチルドレン04絶対カレンチルドレン05絶対カレンチルドレン06 絶対カレンチルドレン07絶対カレンチルドレン08絶対カレンチルドレン09絶対カレンチルドレン10絶対カレンチルドレン11絶対カレンチルドレン12絶対カレンチルドレン13絶対カレンチルドレン14絶対カレンチルドレンあいた造成奪われた未来のタイトルで2010年7月16日発売キャストスタッフなどは多くが テレビアニメより引き継がれている。週刊少年サンデー2010年6号にて、中学生編 OVA の制作が発表。黒い幽霊に洗脳された源と、チルドレンが敵対するという、原作とは異なる、完全、オリジナルストーリーで制作された。2010年4月16日発売のコミックス第21巻、DVD 付け限定版には予告編が収録。 作者のシーナも中学教師役として出演している。携帯サイトのアナザーセンスでもスピンオフを配信。スピンオフ作品であるザ・ンリミテッド・表部京介が2013年1月から3月までテレビ東京系にて放送された。サンデー市場では2013サンデーアニメプロジェクトの第2弾として発表されている。 週刊少年サンデース2013年5月号より大垣六郎ロによる漫画版が連載中。兵部京介を主人公としたオリジナルストーリーとして制作された。原作冒頭漫画で中学生編の前のエピソードであることが明かされており、アンディヒノミアや夕霧が今後原作に登場するかは言葉を濁している。同作者のゴーストスイーパー。 三上極楽大作戦のスピンオフ GSM 魔法無宿同様ギャグをなくしたシリアスストーリーとなっておりお色気描写も控えられている同じサンデー原作マングローブ制作の後番組はやてのごとくキューティーズ第8話では西沢歩のイメージとして本作の PNDRA a メンバーが登場している胸部 京介以外の原作登場人物の設定は、BA、BL 及び、絶対カレンチルドレンの登場人物を参照。発売元はいずれもジェネオニエンターテインメント、または、ジェネオニユニバーサル。主題歌の CD が7枚発売されている。2008年7月23日から2009年1月21日に、かけて、計8枚が発売された。 ファーストセッション赤カオルスターリング平野綾。セカンドセッション野上葵スターリング白石良子。サードセッション三宮志保スターリング戸松春香。フォースセッション源光一スターリング中村。雄一フィ,フィフスセッション兵部。京介スターリング。浩二シックス,スセッションバイシナオミスターリング藤村。歩美セブンスセッション坂木修司スターリング谷山希章。 エースセッション柏木おぼろ、スターリング浅野マスミ、ザ・ダブルフェイススターリング中尾エリアンド、佐藤里奈テレビアニメのサウンドトラック。音楽は中川幸太郎が担当。初回限定版には脱着可能。シール型、オリジナルマウスパッドが付属された。2008年6月25日から2009年3月25日まで。 各週水曜日にアニメート TV で配信されたテレビアニメとの連動番組。パーソナリティは白石良子、戸松遥、香、小杉十郎太の3人。アニメをベースに絶対カレンチルドレン TCG として販売。第1弾破壊の女王、クイーンオブカタストロフィー第2弾高速の女神、ライトスピードゴッデス第3弾禁断の女帝、アンタッチャブルエンプレス、このか。 週刊少年サンデーと週刊少年マガジンの50周年合同企画のサンデー VS マガジン TCG にも登場するがこちらは原作をベースとしているアニメをベースとした以下の作品が発売されているこの他週刊少年サンデーと週刊少年マガジンの50周年合同企画の以下のゲームにも登場するがこちらは原作をベースとしている いずれも、コナミデジタルエンタテインメントから発売。ザ・アンリミテッド評部京介に関するカテゴリー、ありがとうございます。